庄内弁アーティスト佐賀ダクションの楽曲は日本列島に衝撃を与え、空前の庄内弁ブームを引き起こした。庄内の郷土料理芋煮を食べると誰でも容易に庄内弁を話せるという利便性から、芋煮が常食化。前世紀には国民の実に7割が庄内弁を話し、メディアや主要企業も庄内弁を公式に採用するに至った。標準語の衰退を危惧した連邦政府は庄内弁の弾圧を強行。庄内弁はダサいというプロパガンダの威力は絶大であり、庄内地方の住民は標準語を強要され、芋煮も厳しく取り締まられた。酒田市民は言語衛生局の監視下に置かれ、禁を犯した者は収監された。連邦政府の弾圧に屈しないネイティブスピーカーたちはバルバロイと呼ばれ、酒田市内の山間部に身を隠した。特に大沢地区はそんな憂いを抱えた人々の第二の故郷となり、バルバロイたちはそこで子を産み育て、そして死んでいった。恐怖政治が敷かれてから長い年月が経ち、いつしかバルバロイたちの存在は忘れられようとしていたのだが、でって小股ちゃん、クデモのエッペありすぎね、万全のままさめ、何こされたらいいかわからね。ほんだおめのこと、おめ一人で決めればいいろ。わ、一人で決めないになんかとっさねんでろ。おまでちゃん、こめがときはの、トゲちゃんは考えて、まず見部屋さいて、土下座もなんか見てから、何食うか決めるもんやんねか。おめえ、やっぱりこの話、されほうがいかったんでねか。おめがかもてくんねさけだ。でって、しょうならね。ごしゃぐな。今日はの、あっこの店や安い日だぞ。おめえ、それもっと早く言っちゃう。せば行くか。まりちゃん、今日はの、安い日ださけ、補助とぎくんなんど。せばあめいの。みんな、歯かけたなよ。みんなもな。芝居行くぞ。おう。私は、あきちゃん。親友のゆいちゃんが行方不明になって、何年も経ちました。以前は庄内弁を流暢に話せたのですが、芋煮が取り締まられてからというもの、単語一つすら思い出せません。めちゃあれ、言葉が今はの魔法の芋煮だでっておぼげだこと、ばさまの言葉すっこしわかる気してきた。現在は衛生局の目を盗んでバルバロイになったゆいちゃんの情報を集めています。ありませんね。そうですか。庄内弁がなかなか抜けないおばあちゃんは今日も違反者講習。おばあちゃんお帰り。講習どうだった？もう大変よ。庄内弁なんか初めから話せなければよかったんだよ。何言ってるの。庄内弁はかっこいい言葉だよ。大きい声で言っちゃダメ。衛生局が聞いてるよ。そんなことよりこれママクラブの友達がインスタにアップした写真なんだけど。おばあちゃん、インスタやってるなんてさすがだわ。ここじゃなくてここ見て、ここ、うん、赤い山ハゲ、ゆいちゃんだ。そうなの。これ今朝大沢で撮ったんだって。私今から大沢行ってくる。きっとゆいちゃんそこに隠れているんだよ。衛生局に気づかれる前に見つけなくちゃ。山見せばめねぐな通り下げ気つけれよ。おばあちゃん、また庄内弁使って。衛生局が来た。立ち行けさなる前に裏口から早く出て。わかった、行ってくるね。連絡さねばダメだ下げの、うん、もう今行きますから。ゆいちゃん、あー、こっちにもいない。あれ、結構奥まで来ちゃったな。
どっちから来たんだっけ。こっちかな、こっちかな。ダメだ、完全に迷った。携帯忘れたわ。あれ、なんだろう。食べ物もできてくんだが、うん。ふみこばあちゃんが作ってくれたのか。そうだよ、心配してたよ。お兄ちゃんいつ帰ってくるの。帰らないよ、あいつらの頭が固いちは。お取り込み中ごめんね、道に迷っちゃってさ。道路どっちかな。待って、もしかしてバルバロイの村なんだ。なんだおめえ、何しに来たな。衛生局だか。天狗な格好なんだもの。いつ分かんねえくなったんか。これは庄内弁だ。この人たちの言葉はなんてかっこいいんだろう。何を喋っているかわからないけど、情熱とパワーがある。なんて心に伝わる言葉なんだろう。ああ、庄内弁が話せたらな。こういう時はなんて言うんだっけ。あ、もっけだ。今もっけだって言ったんか。庄内弁喋らんなんかの。おめえ、どっから来たのや。あんまりどこだないや。あきちゃん、どこから来たのや。ゆいちゃん、いもに、うめの。なんでろ、ふみくばちゃんの漬物け。あさま漬け持ってきてくっだんけ。んだ、うずさも、くしなくしてくっだ。毎日みんなださ、くばってやるってんだっけ。ここの人たちは、みんな助け合って暮らしてんなや。素敵だの。あきちゃん、久しぶりだの。まじばのみんな元気だが。こっつだば、みんな元気だ。ゆいちゃんとこだば、なんげこと見てねさげ、心配すったなや。もっけだけの、庄内弁どが守らねまねさげ、ここさ暮らしたなや。ゆいちゃんは、おらいの村のリーダーなんさげ。子供がだど、ここの言葉守んなば、おいがたさねまねやげの。まずの言葉と混ざってしまうど、伝統ねぐらさげの。ここが、最後の砦だなや。隔離さねど。だ、守んねばねなや。隔離？おと。ほら、はてくんな。この人なんだ？今日は大沢大吾の稽古の日だろ。そのことだんけど。ちゃっちゃと行けちゃ。よんまなっぞ。なへ兄ちゃんどこ？最後のチームから外したなや。おめさ、関係ねえんでろ。なんだど、兄ちゃんだってか。あの子、ほんでもちゃんとおへだほういいがもの。あんちゃんの稽古場での別の楽器どこ演奏してしまったどや。な、太鼓のどこやしょめてしまったなや。何度も何度もでね。オラホの太鼓は世界中でおめがなだけしか戦んで太鼓だんぞ。なんだ、おいだもんだす、ずっとめえから叩いてきたんぞ。なさげ、おめだもの、おへらった通り太鼓叩かねばダメだもんだ。んだのもしぐねやんで。こら待て、球技。困ったもんだの、太鼓のいいとこが一つも分かってねやの。ゆいさん、何を言えばいいんだろう。だばまず一回稽古見てみっか。一緒あべ。
高橋のことはあだ諦めれ。先生からでも許す感じを値下げ。俺が悪かったね。俺が最後面白くねって言ってしまったわけ。そしたらあんちゃんが音楽を楽しくねば大事だって言って、あの楽器のこと吹いてくれたのよ。楽しくねば大事だって言ったんが。まずは演奏する人が楽しくねば大事だなよ。おいが聞く人さも伝わっから。音楽は言葉と同じださげ。おあの心からの言葉しゃべんねど伝わんねがらって。もせがったなが。だ、もしてけ。音楽の言葉と同じだの。誰がさ管理さったり規制さったりはできねえなや。カゴさ行って鍵かけておくことだけが守るすべじゃねえ。もしてくて、おいが伝わったらもっと白がっさげの。音楽は楽しくねばか。おいもちっちゃい時、今のあの子だと同じことお父さん言ったけ。だな。だから隠れでこっそりギター弾いたなやの。なんだおめもか。俺もおめと同じ理由でドラム叩いたなや。俺ベースベース。その後だの。おいがだの太鼓がどんだけかっこいいがもっとよくわかるようになったなわ。高橋さんは悪いことしたの。あの野郎は、あの野郎なりに太鼓の将来とこ考えてくれたんだよ。スタバもう一回呼ばて謝っか。何度もどさ言ったかわからねえ。家さ帰ってねえからの。いい歓迎ある。太鼓の音で知らせんなは土下です。だの、権限をもしシェイダーを音出せば、おいがらの気持ち伝わんなんね。太鼓の音だったら山中さ聞こえてたけど。こんなことしたら衛生局さ捕まってしまうじゃんぜ。見つかってなんぼだ。ばさま、言葉も音楽も人さ気がせねば悪くなってしまうのや。のふみこさん。だの。梅川ちゃん、梅物も一人で食べるよりだば一緒に作ってみんなで分けて食べるのが一番だなやの。結構文子さんから漬物の漬け方を知らったねやの。いいもの、梅物、そうやって広がっていくなやの。だ、せっかくだ、さけ山中って言わねで世界中さ発信そうぜ。いいの、ゆいちゃん。ところでおさんがだ、昔の楽器ってまだ被害なんか。普段ほらこっちの家でも、うん、結構食べるか。お孫さんいらっしゃるんですか。そうそう、
ピンでだったら消えたマニ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 でマニ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 はでハーモニーマニ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 でマニ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 はでハーモニーイモニゴボニこんにゃくしめじネギ庄内は豚肉味噌味で土下座もなんか見てえから何クーが決めるもんやんねんかおめえやっぱりこの話最後までやったんじゃねえかおめえがかもてくんねえだけだでしょうならねおしゃくな今日はのこの店やってきたぞおめえこれもっと早めにちゃじゃあ行くかマリちゃん今日はのやってきた先は補助トゲくんなんどせば雨いのみんな歯をかげったなやみんなもだ一番行くぞおーはい、なったーはい、はい、モニ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 でハーモニーモニモニモニ玉君もわややステキでしょう一人一人でも一人さめでこいモニモニモニ囲んで飲んでうんで下げモニモニモニ